す。梅モンクラード道場。過去賃金のインポートで、フリーの過去賃金インポートのイメージでちょっとお話を聞いていただければと思います。何のために過去賃金インポートやるかっていうと、今年の年末調整のためにやっています。今年のですね。他のこれからクラウドシステム使いますよっていう人が、これからの賃金をフリーに入れるんじゃなくて昔の分も入れてあげる。それは今年の年末調整のためにやっています。まあ他のシステムで計算された結果を載せるだけじゃん、そう思っていた時期が私にもありました。楽な業務と私は昔は思っていたんですけれども、最近そうでもないなと。作業自体はそんなに難しくないんですけど、意外となんか奥が深いんじゃないかなと。フリーっていうのは1月から12月の支給月それぞれ持ってて、まあ、マスターもそれに伴って12個あるんですけど、その月ごとに対象人数を合わせるのが意外と大変で、あの小さい文字で書いてあるように幽霊社員がいるっていう時と、なんか、末日に締めて次の月の15日に払っているような、まあ一般的なサイクルの会社さんなのに、なんか4月に入社した人がなぜか4月15の実績があって、いや、あなたの本当の入社日はみたいな。本来だったら4月15にはないはずなんですけど、まあじゃあなんか当月払いなのかなとか、よくわかんない、ちょっと何この人のイレギュラーな支給はみたいなのもあります。あとはなんかずっと支給差し引き支給額も0円の人がいたりして、この人のステータスは求職者なのか、それともなんか退職日が入ってない退職の人なのかみたいな。あのフリーは一度確定してしまうと、その後でずっと0円の人、後から退職にしたいですって言っても、あの退職日より後の月に確定された給与があると入んないんですよね、退職日が。なので最近はあのインポートはするけど未確定のままにしておいて、その幽霊社員っぽい人とかずっと0円の人のステータスが分かるまで確定しないっていうのを最近やったりとかしています。本当にこの月は30人でいいんですねっていうのが決まるまで確定しないという手法を取ったりもしています。あとインポートした後、画面でこういう風にインポートしましたよっていうのがバッジがつくんですけども、その幽霊社員みたいな人がいる場合、ここ計算完了って、これフリーの計算が完了したって意味なんですけど、このままの人がいたらすごい注意する必要がありますね。元の支給控除にはいなかったっていうことなので、まあ、この人を0円でインポートしてあげるのか、手で0円に変えるのか、それともなんかもはや本当は退職日があるんじゃないかとか、まあ、いろいろ疑わしい人です。はい、次。奥深さのその2、元の支給控除一覧表に課税支給合計と非課税支給合計が作ってくれてないことありますよね。なんかどうやってむしろ所得税計算してるのって思っちゃうんですけど、なのでたまに自分で考えないといけないっていうことが出てきます。まあ、基本的には課税される手当が多いとは思うんですけども、こういったちょっと珍しい、まあ、さっきのあの話がちょうど出ましたけど、旅費出張費とかなんか宿直とかそういうムムというアンテナを張って過去賃金見ないといけないですね。こういうのがあったら課税対象でない手当ということですね。次、奥深さの3で、同じように社保対象金額っていうところまで書いてない支給控除もありますので、またここで頭を使う瞬間が生まれることもあります。こういうイレギュラーなものを見つけたらピピンときて、あ、見舞い金とかなんかお祝い系のやつ、大入り袋、あとはさっきも言った、旅費出張費、建て替え経費、こういうの見たらんって思わないといけないですね。これは社保対象金額から除くべきやってです。だから欄がないときは自分でその欄以下作らなきゃいけないっていうこともありますね。じゃあ最近私が戸惑った事例を紹介します。こんな時どうするの。その1、社会保険調整額っていうのがある時が結構な確率でありますね。めちゃくちゃ社会保険調整するやんこの人みたいな人がいたんですね。こんな20万も、控除にマイナスで入ってるんだから戻ってきたのかな。これまでたくさん払いすぎてたのをなんかボーンと気づいて戻したんでしょうね。基本的にフリーはマイナスっていうのが入らないので、ない時にインポートができないってこと、個別に対応しなきゃいけない。なんですけど、この松本さんっていう人は、まあ、きっとこれまでちょっと少ない控除しかしてなくて、この月気づいて、じゃあちょっと調整させてくださいっていうことでこの欄を使って控除に 16,854円入ってるってことは、その分多く引かれるってことなので、これ他の欄、例えばですけど健康保険料と合算してインポートすることができます。あのマイナス値じゃないのでこれは全然できちゃう。社会保険調整と一口に言ってもその
内実がどの項目の調整なのかまでは全然書いてないので、もうぶっちゃけぶち込めれば何でもいいわけで、私これ中身が何かわからないと調整できないじゃんってすごい思い込んでたんですけど、師範に聞いたところ、年額で社保金額っていう合計がちゃんと合ってれば問題ないということで、でもちょっとマイナスが出てきたときは注意ですね。この20万のマイナスはさすがに他の欄といくら調整しても絶対マイナスになっちゃうと思うんですけど、まあこれがマイナス1000円とかだったら他と調整しても全然まだその調整した後、もうプラスの値で全然インポート対象になってしまうとできると思うので、ケースバイケース額の代償だと思うんですけれども、まあ社会保険調整出てきたら必ずそれは考えないといけないですね。で、この年額トータルで社会保険が合えば問題ないという師範のお言葉なんですけども、よく解説しますとこういうことですね。ここの中に雇用保険がいくらとか、なんか厚生年金がいくらとか、そういう欄はなくて、とにかく2でバンって合えばいいってことになって、まあ、さまつな欄、どの欄で調整したかとかも、どうでもいいってことなんですね。年額で合ってればいいっていうのはこういう意味です。次。じゃあ、こんな時どうするの2で、これですね。年末調整の生産額っていうのが、まあ、1月とか遅いところだと2月の支給控除の中にあったりして、戸惑いがちです。これが出てきた時に、パッと思いついてしまうのは、ああ、これって所得税と相殺すればいいじゃん。それでインポートすればいいじゃんと思いがちなんですけど、年末調整の生産額が例えば1月払いに入っていたとしてもですね、それは前年の結果がただ載ってるだけなので、今年のこの1番、2番、3番、4番、1番は課税支給額の合計、2番は払った社保の合計、3番は所得税の今年払った分の合計。なんだこれ。あ、4番が今年の年長の結果か。この1、2、3、4のどこにも入る余地がないわけですね。前年の結果論の金額は。どの項目にもインポートしないっていうのが正しいかと思います。というわけで、まあ、すごくいろんなことを考えながらやらないと、これ、いつまで経っても確定できないんだなっていうのを最近思うようになりまして、たかが過去賃金、されど過去賃金というテーマでお話ししました。今日の話って、フリーだったら、なんか、この項目はインポートするのかなとか、なんかいろいろ考えなきゃいけないんですけど、マネフォはもう全項目インポートしなきゃいけないので、控除とかですね、健康保険、介護保険、社会保険の調整があったらその欄もあるので、すごく細かくインポートするんですよね、マネフォは。ぶっちゃけめんどくさいんですけど、めんどくさいんですけど、その代わり従業員さんは過去の分についても、インポート対応されたものについても明細をウェブで確認することができます。フリーはインポート対応された過去の分については従業員さんがいくらログインしてもその分は明細は見れないんですね。簡易的にインポートした結果しかフリーは情報持ってないので最終の差し引きとか分かんないんですね、フリー自体も。じゃあ師範コメントお願いします。年末調整をテゲーザーでやったことある人いますか？もう一からやらなくてもいいと思うんですけど、フリーとかマネホ使って年末調整された結果を一度電卓でですね、賃金台帳を足して全部足してみるんですよ。そしたらここの金額が全部ここで引かれてるんだなっていうのをすごく理解できるので、そうすると所得税がどうとか社会保険料がどうって言ってた今のこの話全部つながってくると思うので、試しに去年のやつとかでもいいと思うんですけど、一度年末調整確定させて、それを分解してみると、とってもいいかなと思います。今日は終わります。お疲れ様です。マスターの支給が控除が金貸がここに出て、そしたら差し引き支給はここに出る、逃げることなどできない、締め火はどこまでも追ってくるって泣きたいぐらいに